私の周りにバッグむちゃくちゃ並んでるけど、そう、今日これ全部紹介するつもり。アネロのバッグです。形を変えて使う内側のポッケには1枚帯の服を持って歩いています。プラダのキーチェーン、マークジェイコブスのショルダーバッグというブランドのバッグなんですけども、で、こちらに置いているバッグ。皆さんこんにちは、リリーです。今回はですね、マザーズバッグの中身紹介をしていこうと思います。ただ私の周りにバッグむちゃくちゃ並んでると思うんですけど、そう、今日これ全部紹介するつもり。マザーズバッグって言っても、赤ちゃんと出かけるときにベビーカーで移動するときもあれば、抱っこ紐のときもあったり、 TPO に合わせて、バッグでいろいろおしゃれを楽しみたいなと思って、もともとバッグが好きっていうのもあり、結構その都度バッグは変えて移動しております。3000は自分自身でおしゃれできたんよ。体はもうちょっとスリムやったからさ、可愛い洋服も着れるし、ヒールも履けるじゃないですか。でも赤ちゃんおると、どうしてもやっぱりヒールよりもスニーカー履くことが多くなったし、でなったらおしゃれをどこで楽しむかといえば、もう足元かバッグになる。だから産後、私は結構バッグをちょこちょこね、買うことが多くなったんですけども、まあ、その中でも厳選したバッグを今日紹介していこうと思います。ただ赤ちゃんのものを除けば、まあね、ただ単に可愛い、使いやすいバッグ紹介っていう感じなので、プレママさんとかママさん以外の、カバンの中身を見るのが好きな方や、バッグが好きな方もね、一緒に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。よかったら最後までぜひご覧ください。それでは早速スタートです。一番最初はベビーカーで移動する時のバッグを紹介していこうと思います。中でも一番よう使ってる、スーパー行く時とかね、近所にパッと行く時に持ちやすい、アネロのハンドバッグです。アネロのバッグといえば、リュック型がマザーズバッグとして結構ね、人気あると思うんですけど、私はこれをよく使っています。このバッグ何がいいかと言いますと、ハンドバッグとしてだけじゃなくて、ショルダーとしても使えるんですよ。そのショルダーとして使う時に、紐を引っ掛ける輪っかが両サイドについてるんです。私はそのショルダーはつけずに、この輪っか部分をベビーカーのフックに引っ掛けて、ベビーカー専用バッグとしてこういう風に使ってます。このバッグの一番いいところっていうのが、チャックをバンと開くと、こういう感じで真四角に口がパカッと開きます。で、物が少ない時でも型崩れせずに、この真四角の形がキープされてるので、上から見て何が入ってるかすぐ見えるので、急いでてもパッと物を取り出すことができます。あとはですね、ポッケがめっちゃついてるんですよ。前にファスナーのポッケ、両サイドにもポッケ、後ろにも2つポッケ、中を開けるとこっちにもポッケ2つで、ファスナー付きのポッケ、内側にもポッケポッケということで、機能性も超抜群で、何を入れてるかというと、この内側のポッケには哺乳瓶を入れています。近場に行く時っていうのは、そんなに飲み物たくさん持っていかなくてもいいんですけど、まあちょっと買い物長引く時ってあるじゃないですか。なのでそういう時に赤ちゃんが泣いてしまって、あ、お腹すいた、どうしようってなった時にパッとあげれるように、私は近所であればもうミルクを作った状態でここに入れてます。真夏になると衛生的にはやばいと思うので、ちゃんとその場で作った方がいいかと思うんですが、まだね、こんな寒い時やったらそんな瞬間で腐るわけないし、ここに作ったものを入れてます。もうちょっと買い物が長引くかもしれへんなっていう時は、微笑みの缶ミルクを入れています。これすごい便利です。もう哺乳瓶にこのままね、ミルクをジャーっと注いだら、そのまま赤ちゃんにあげれるの、すごくない？そしてですね、マザーズバッグといえばおむつポーチ、ダイソーで購入したメッシュのポーチなんですが、これも型崩れしないような仕様になっています。結構しっかりしてるのに柔らかいし軽いので重宝してるんですけど、中にはおむつを数枚、お尻拭き、おむつを入れる匂わない袋で、こちらと、そしてこちら、さっきと同じポーチなんですけども、さっきよりも一回り小さいサイズのもので、こっちには、某の置き替えを入れてます。ベビーカーで移動するとき、1ヶ月から4ヶ月ぐらいまでは結構ね、ベタンって寝かせた状態でベビーカーを押してたんですけど、座りたい座りたいってなってきたので、背もたれを起こした状態でベビーカーに乗せて移動することが多くなりました。そうするとやっぱり胃が立つからか、うんち漏れて背中に漏れちゃったっていう時が結構あるので、1枚予備の服を持ち歩いています。
こうやってフックにかけててもポンと取り出せるところにこのベビーワセリンと、これは100均のケースに赤ちゃん綿棒を入れています。赤ちゃんグッズは案外それぐらいですね。反対のこっちのポッケには私の携帯を入れてます。最近使っている携帯ケースはこれインスタにも載せたんですけど、ガッと磁石になっててパチッとつけれるようになってます。ハードケースもついてるのですごい便利です。そしてラッコのポーチ、ここには3COINS で1000円で買ったこの携帯の充電器とコード、これはタイプ C の充電器にもなるし、 iPhone の携帯充電器にもなるし、形の3パターンの充電ができるものなのですごい便利です。そしてイヤホンも入ってます。今になってね AirPods がめっちゃ欲しいねんな。あと AirPods ってなんかさ、耳からうどん出てるみたいって最初よう言われとったやん。私も前は確かにあの AirPods って耳からうどんやと思って全然可愛くないと思ってたけど、もう可愛いケースがいっぱい出てきてるやんか。うわ、 AirPods 欲しいって今頃思ってます。あとはティッシュが入ってるぐらいかな。この前ポッケにはこれもダイソーで買ったカードっぽいですけど、これは鏡になってます。薄いんですごい使いやすいです。で、前にちっちゃなメイクポーチとかを入れて持ち運ぶこともあるけど、まあ近所やったらもう持っていかんかな。で、あとはエコバッグですね。こちらシュパッドが入ってます。今日はエコバッグもね、いろいろ紹介しようと思うんですけど、これはスーパー行く時とかによく使うバッグなので、エコバッグもがっつり入るシュパッドを持ち歩いています。いっぱい今日はスーパーで買い物するわっていう時はこっちのシュパッド L サイズを使います。これはね、入院バッグの時に紹介したやつかな。そしてどのバッグにもつけているのはこれです。6、7年前ぐらいにいただいたプラダのキーチェーンなんですけど、ここに家の鍵をいつもはつけていて、で、今年やっと気づいたの。これロボット型でさ、こんな感じでクリップになってんねんな。これただのデザインやと思っとったらさ、手袋つけれるやんっていうのを発見して、最近この子によく手袋を持ってもらってます。こういう状態にしてこれをバッグにつけてます。次です。さっきはですね、スーパーに行く時やったから必要最低限のものを入れるバッグと大きめのエコバッグをいくつか持ってれば OK やったんですけど、イオンとかちょっとしたところにお買い物行く時っていうのは少し大きめのバッグの方が便利です。いちいちエコバッグを出さなくてもちょっと小物を買った時とかにポイポイって入れれるので、私は ZOZO タウンで買ったこちらのバッグを愛用しています。このバッグね、容量が少ない時は折りたたんでこういう形で使うこともできるし、荷物が多くなった時は横を広げてこういう風に形を変えて使うことができます。そしてポッケは前に深めの大きめのが1つと、パカッと磁石のスナップを開けると中に2つポケットがあります。はい、じゃあこのバッグに何を入れるかと言いますと、さっきとほとんど変わらないんです。このおむつポーチとそれの色違いベージュバージョン、これにこのミルク作った哺乳瓶と予備に小指のカンカンを入れて、あとお口服ガーゼですね、さっき入れ忘れてた、これをミルクセットとして入れます。で、メイクポーチ、これのちっちゃいバージョンに入れたりもします。はい、っていう感じでこのバッグの時はおむつ、着替え、ミルク、メイクポーチ、これと充電器、エコバッグ、ワセリンと綿棒っていう感じでほとんど変わりません、はい、そしてですね、周りになんでこんなちっちゃなショルダーバッグとかたくさん置いてるのっていう感じだと思うんですけども、今までね紹介したこのバッグはベビーカー自体にフックにかけとく用のバッグなんですよ。やっぱりおしゃれしたいじゃないですか。だからあのこういうちっちゃいショルダーバッグはテンション高める用アイテムとして持つことが多いです。こういうちっちゃいバッグの中には携帯一つあればお財布代わりにもなるんで、それをコロンと入れて、あとはそれこそちっちゃな鏡を入れたりリップをポンポンと入れとったりとか、それぐらいなんですが、最近お気に入りで使っているのがこのマークジェイコブスのショルダーバッグです。これはコンキーのものでパールがついてすごい可愛いんですよね。こちらも気に入っています。これはラドローっていうブランドのバッグなんですけども、これもね携帯とリップとかぐらいしか入らないんですけど、ちょっとテンション高めるアイテムとして持つことが多いです。可愛くない？そしてこちらに置いている黒子っぽいバッグ、これ
は結構マチもあるし、ちっちゃめなんですけど、底幅があるので案外入ります。これ一番高見えすると思うんですけど、なんとこちらは H&M で1500円ぐらいで買ったバッグ。合皮なので雨に濡れても汚れてもいいしっていう感じなので、気軽に買えるし気に入っています。次回はおしゃれ日バージョンのブランドマザーズバッグとおすすめリュックを紹介します。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひ、ね、チャンネル登録してまたぜひ遊びに来てください。うわ、棒が抜き出した。それじゃあまたね、バイバイ。